菅大地です。小中俊介です。長谷川祐介です。ということで本日は静岡県にあります中伊豆グリーンクラブをお邪魔しております。久々の長谷川くん小中くんの登場ということでですね、2人とも、成長した姿をねちょっと見せてほしいなと思うんですが、レギュラーティーでまずは、70代を出せるように、2人にはそこで70代出してからバックティーに挑戦するという流れでこのラウンド動画ではやっていきたいと思ってます。はい、まあ、私もちょっとコロナ明けで体力がまだ戻ってないんで、一緒にレギュラーティーからやらせてください。見てください、この絶景。さっきちょっと笠雲もねかかってましたが、あれ富士山ですか？富士山です。富士山に笠雲が夏かかった場合ですね、24時間以内に 75% の確率で雨が降るという統計データがあります。やだ、はい、516ヤードのパー5です。距離は短いですが、打ち上げているのと右側に急激に曲がっていきますので、2オン狙うにしても3オン狙うにしても難しい。うん、ちょっとフェード気味ですが、いい当たりっぽい。バンカー上です。ナイス。重心下げて構えるとか微調整はねしていきたいですね。はい、ナイス。ちょっと左目引っかかっちゃってますね。やめて。ガサガサっていったね。いや怪しいな。1打目の仮を返します。返したのかこれは。です。3打目です。あ、でも行ってそうだね。はい、5番。行きました。ナイス。これいい。バンカー、バンカーやだ。あ、なんか変なキック。ショートアイアンで刻む感じです。うん。安全に行きました。6、OK。グリーンは狙えない。いや、右攻めたね。いや、無理だ。足がすごい。140ヤード8番。はい、OK。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと右目。はい、116ヤード。52度です。飛んでくれ。うん。ナイス。前回は霧で何もコース全容が分かりませんでしたが、左側に池があります。80ヤードくらい。第4打目。うまく切ったように見えます。おお、うまく打ちましたが、グリーン結構締まってる。ちょっとオフです。 52? うまい。これは OK です。 いいですね。おお、行くね。いいグリーンです。瞬間強いとは分かっておりました。おりおりおりお。OK です。おっ、ボギーです。いや、朝涼しかったけどもうめちゃくちゃ暑いっすわ。うん、よいっす。はい、328ヤードです。よく見えますね、今日は。うん、こっちは安全。変な雲があるね、あそこ。だけど、すごい右に持ってかれてるけど。シュー
君が飛んでった方向の雲が変な雲だよ。なんだあれ、ドラゴンみたい。完璧。うまっ。いや結構風持ってかれるね。でもあああれでも楽いっちゃうんだもんね。あーってすばらしいっすね。完璧です。池の上に打ち出したよ。完璧。125ヤード50度ちょっとアゲンスト。ここから見る富士山すごいとんがってます。つま先上がりの左足下がり。うん、前行け。うん、ギリセーフ。ちょっとね、上目に当たりすぎたって感じだね、今瞬間。フェースの上に当たりすぎた感じ。はい、うん。72? はい。はい。うわと言ってますが、75くらい。普段やってないぞ、そんな距離。52度で。うまい。あーちょっと食われた。ちょっとダフってますからね。そもそもサンドウェッジ忘れてるんだから、そこでティーショット3番ウッドで打つなって話ですよね。確かに残りの距離ちゃんと計算しなさいよっていうことで頭全然回ってない。ちょっとね、逆目入ってるからね。いい感じに見えるけど、あ、強い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 。順目。目は一応左から右という感じですね。あ、目で切れてるね。やっぱり。もうしかも結構いくわ。ね、うん、ちょっと厚く読んで、そして速い。ナイス。ナイス。うん、ナイス。出ます。うん、ナイス。385ヤードです。ゴルフの調子はすごくいいですね。うん。ただスコアが悪いっていうことは、いかにゴルフはマネジメントが大事かということがよくわかります。おいよ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 。来て、もっと来て。あー、いいとこ。おー、跳ねてる、跳ねてる。おー、大丈夫。同じライン。フェアウェイ。ナイスナイス。うっすー。193の4番。激しいですね。これちょっといったら左足下がりっていう地獄ですよね。うん。いいよ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 。方向はいいけど、あーでも上の段だからちょうどいいかも。今日多いねこれね。今日ラッキー。全部それだね。大人よかった。全部トップしちゃいいっていう。はい、150ヤード。普通のラフだったらフライヤー狙って9番かなと思ったんですけど、めちゃくちゃ浮いてるんで。8番？ 8 番。あー足り悪い。ゴール？あのだ。うん。1番でいく。148、8番。センター方向。ナイスだね。
込めず52ナイスパー。ありがとうございます。簡単ですね。こりゃ3パーと深きや。いや伸びる。もうええてってぐらい伸びるわ。うん、タッチはいい。うん、ナイス。おい。はい、ということで前半以上の結果になっております。ドンと楽しそうだね、あれちゃん。楽しいです。ゴルフ楽しいっすよね。楽しいです、はい。まあ、アウトコースの方がスコアはもしかしたらねちょっと出にくいかなという印象で、こっちのインコースの方が出やすいと思って、まあ後半ちょっとね70代厳しいかもしれませんが、私の人のことを言えるスコアではございませんが頑張りましょう。はいはい、はい、349ヤード。いやー景色もいいですね。天気もいいですし、ゴルフ場もですね、楽天ゴーラの予約サイトで確かあの静岡県の総合ランキングで2位に入ってました。すごいっす。非常に評価が高いゴルフ場です。左から上げてますが、うん、まあ、そんな真正面からアゲンストじゃないか。朝より風はちょっと落ち着きましたね。でもいった。なんで右から左に行っちゃわせるか。当たり落としたね。うん、色変わってんな。しょっ、よし、お、相当手前。お願いします。お願いします。風がフォローだったらこれグリーン乗りますよね。うわー左巻いてしまった。これこっちの方か。フェアウェイがね本当にね練習場よりあの打ちやすいっていうかミスにならないですから、ちょっとダフっても滑るんで。166です。166の7番アイアン。いい入りしたよ。右ちょっと薄くてアゲンストの分手前だったという感じ。赤くよ横切ったところからピンを結んだ候補線上の処置で第3打目でいきたいと思います。うん、どうだろう、ちょっと右手前くらいかな。うん、グリーン捉えました。ナイス。ここに池があるのでトーナメントティーからは270から80くらいでキャリーで越えます。私も以前打って越えていきましたので、トーナメントでも皆さん男子の選手はどうでしょうね。これ刻む選手の方が多いかもしれないですね。でもここにドライバー打ってウェッジでチョンっていうのでバーディー取れる可能性も高いですが、そんなに広くはないんで65ヤードくらいですかね。うん、あのサンドウェッジ忘れてたのを忘れてました、ね。距離が短くなったら困る。忘れてたのを忘れてるからね。高見先生のミステリー借ります。はい。65ヤードくらいかな。うん。58度ですよね、これね。そうです。あ、ダメでした。やっぱ人のやつダメだな、これ。うん、ない。また52か。58です。58回。うん、登っとる、登っとる。よし。ボギーかな？はい。うん。
ナイス。ありがとうございます。パーパーです。もうさすがですね。ナイス。ありがとうございます。2回目なんでね、中井グリーン今年。はい、144ヤード。匠先生のウェッジのおかげでパー取れました。ありがとうございます。すごいよね。人のウェッジ使って内容悪くて結果悪くないっていう、さっきから。そうそうそう。アデちゃんの時はね。内容最悪、結果悪くない。事件起きてる。9番でいきます。はい。よい。いやー、そこもうちょっと来ないと狭いよ。あー、ギリ乗った。危ない。エイトマン？です。先っぽ。9番で行っときます。いいよ。しっかり上から入った。うん。ああ、ちょっと上げた分かな。さあ、手前からのアプローチ約20ヤードです。グリーン結構受けてます。うん。ちょっとキックがね。うまいね、これは。おお、食らいついたね、ピンが。裏からね。うわぁ、早い。いや、そうなるよね。そうなると思って強く打ったんだけどな。ナイス。ちょっとピン持ってもらっていいかな。2やってます。外してたらあっちまで。はい、295ヤードしかないです。右。ご老人になられた。うん、ナイス。うん、左キックしてた。いいところだ。おっと、スイングをね、矯正中ということなんで。うん、お、左左左左。左はちょっとワンペナ。いいよ。止まっちゃった。止まっちゃった。ここにいます。あ、いやいや、バンカーバンカーバンカー。やめて。あ、トップした。早いね。乗ってるけどね。うん、OK。ナイス。あざす。ボギー。小ボギー。